今回はこのカプセル Q というものを前面に押し出したですね、カプセルブランドの構築とテーマにそうコンセプトとして押していこうと思ってますので、これからいろんな僕らカプセル出すときは全てこのカプセル Q というものが、その中の今回はミュージアムのシリーズの発表と、死んだ万象というかですね、いろんなキャラクターじゃない僕らにとっての、作りたいものをどんどん出していく場にしていきたいなと思って、このシリーズを始めて続けていこうと今企画しております。今日完成品ご覧になられてどうでしたか。一言で言うと、はい、やっぱり日本伝統のおひな様の文化っていうのがこういうフィギュアの底にあるんだなっていうのはよくわかります。いろいろ弾圧を受けてやっとこの形になったっていうのは、まさにおひな様のをはじめとする江戸のおもちゃと同じですよ。